カルロス・アルベルト・マルティネス・テベスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、シウタデラ出身のサッカー選手。元アルゼンチン代表。ポジションはフォワード。ブエノス・アイレスの貧民街で5人兄弟の、長男として生まれた。南米、編集、プリメーラビー・ナショナルの CA オール・ボーイズで、プレーしていた時にボカジュニアーズにスカウトされ、13歳で、ボカジュニアーズの下部組織に入団した。 17歳でトップチームデビューするとすぐにレギュラーの座を獲得した。ボカジュニアーズ所属時代は2003年のリーグ優勝、コパリベルタドーレス優勝、トヨタカップでは AC ミランを PK 戦の末に破るなど大きな活躍をした。MSI 社が保有権を獲得し、特殊な遺跡形態で2004年に SC コリンチャンス、パウリスタに移籍した。 遺跡から半年後にはキャプテンを任され、2005年のブラジル全国選手権一部で優勝した。アルゼンチン人ながら、ブラジルのサッカーファンに愛された。ブラジルのルイスイナシオルーラダシルバ大統領は、アルゼンチン人、サッカー選手がブラジルで活躍することはないだろうと発言したことがあったが、テベスがリーグ最優秀選手に輝いたために、自身の発言を謝罪した。 2003年から2005年まで3年連続で南米年間最優秀選手賞に輝いたウエストハムユナイテッド編集2006年ハビエル・マスチェラーノと共にプレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC に移籍する入団当初は不審であったがシーズン終盤には10試合で7得点を挙げてチームを残留に導く原動力となるマンチェスターユナイテッド 編集マンチェスターユナイテッド FC でのテベス2007年にマンチェスターユナイテッド FC に2年間の期限付き移籍が決定した。2007から08シーズンはマンチェスターユナイテッドの2冠に貢献。48試合に出場し19得点を挙げた。2008年12月に行われた FIFA クラブワールドカップで優勝したため、南米、欧州の両代表で、 同タイトルを獲得した、史上初の選手となった。マンチェスターシティ、編集マンチェスターシティ FC でのテベス2009年7月13日、契約満了に伴いマンチェスターシティ FC に5年契約で移籍した。移籍1年目に23得点を挙げる活躍で、チームの中心となると、2010から11シーズンからは、キャプテンに就任。クラブ35年ぶりのタイトルとなる。 FA カップ優勝と、クラブ初となる、チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。またプレミアリーグでは20得点を挙げ、マンチェスターユナイテッドで共にプレーしたディミタール、ベルバトフと共に、初の得点王に輝いた。2011年のシーズンオフには遺跡志願したものの、条件が折り合わずに残留となった。だが2011年9月27日、 UEFA チャンピオンズリーグのバイエルンミュンヘン戦で途中出場を拒否したとして騒動となった。この出場拒否により週休4週間分の罰金を課せられたが、イングランドサッカー選手協会の意義により2週間分に減額。ロベルト・マンチーニ監督は謝罪すれば起用するとしたものの謝罪を拒否し、アルゼンチンに無断帰国するなどした。 そのため2011から12シーズンの冬の移籍期間では AC ミランへの移籍が有力視されていたが条件が折り合わず残留。2012年2月21日、クラブの公式ページで謝罪を発表。2012から13シーズンはリーグ戦は11得点に終わったものの14アシストを挙げた。ユベントス編集2013年6月。 ユベントス FC への移籍が決定。移籍金は合計1200万ユーロとも言われている。契約は3年間。背番号はミシェル・プラティニ、ロベルト・バッチョ、アレッサンドロ・デル・ピエロといった名選手が背負った10番である。2013から14シーズンはリーグ戦でチーム最多となる19ゴールを決め、ユベントスの優勝に貢献した。 2014から15シーズンは32試合に出場し20ゴールを記録、リーグ優勝とコッパイタリア獲得に貢献した。また、チャンピオンズリーグでも13試合に出場し7ゴールと、活躍しユベントスの決勝進出に貢献した。母会の期間、編集2015年6月、テベスのフルス・ボカジュニアーズがテベスの復帰を発表。約11年ぶりの復帰となる。 上海新海遺跡編集2016年12月29日中国サッカースーパーリーグの上海新海への遺跡が発表された。世界最高額の年俸3800万ユーロとして話題になったが同じく中国スーパーリーグに遺跡したエセキエルラベッシの年俸が日本円にして約60億円で上回るともされる。背番号は32番。 しかし、中国での生活に馴染めず、また、中国リーグの姿勢を批判するなど、問題行動を連発し、ファンからの批判も浴び、2018年1月6日に、契約を解消したことが発表された。母会の再帰還、編集2018年5月より母家に再復帰、2019から20、スーペルリーガアルフェンティーナ第23節、ヒムナシアラプラタ戦で、 決勝ゴールを決め、最終節を前に1ポイント差で首位を走っていた、ディーベルに逆転、34度目のリーグ制覇を果たした。2001年の FIFAU-17 世界選手権に出場し、2得点を記録。アテネオリンピックでは、8ゴールを記録して、得点王となり、ハビエル・マスチェラーノ・ラと共に、アルゼンチンの金メダル獲得に大きく貢献した。 A 代表では2004年3月30日のエクアドル戦でデビュー。コパアメリカ2004のペルー戦で決勝点となる代表初得点を挙げた。2006FIFA フフワールドカップのメンバーにも選ばれ、セルビア・モンテネグロ戦で途中出場し、得点を決めている。2010FIFA フフワールドカップ決勝トーナメント1回戦の対メキシコ戦で前半26分に、 リオネルメッシからのパスを受けて先制ゴールを決める。パスを受けたのはオフサイドポジションだったが判定によりてベスのゴールが認められた。この試合でテベスはミドルシュートでもう一得点を挙げ大会選定のマンオブザマッチに選出された。アレハンドロ・サベイラが監督となってからはなぜかチームの戦術の構想からは外され2014年ワールドカップの代表候補30人にも 選ばれなかった。テベスが代表から外された理由については、フリオグロンドーナ会長やリオネルメッシュとの関係悪化が噂された。もっともグロンドーナは大会終了後に他界し、テベス自身はメッシュとの確執については否定している。2014年10月27日、国際親善試合に向けて国外クラブに所属するアルゼンチン代表メンバー25人を発表し、 約3年ぶりの代表復帰となった。しかし、2018FIFA ワールドカップ、南米予選には招集されず、コパアメリカ2015、コパアメリカセンテナリオも未招集に終わり、代表からは事実上引退状態となっている。その他の国際公式戦2015年11月6日、現在ボカジュニアーズ SC コリンチャンス、パウリスタマンチェスターユナイテッド FC。 マンチェスターシティ FC ユベントス FC 上海緑地新加速級クラブありがとうございます。